山さん、本日はちょっと直系の先輩のお話をお伺いしたいなと思って。誰でしょ立浪さんです。う。あ立浪さんです。やっぱいや、すっごい、なんか僕からするとですけど、なんか一番直系の感じがするんですよね、宮本さんから。なるほど。お話をよく伺いますし、あとやっぱもうその高校生の思春期に完全な縦軸できてるじゃないですか。だからすごい影響を与えてるなと思いますし、多分宮本さんにとってとんでもない天才選手とかスーパースターだったじゃないですか、立浪さんが。なんかそこのなんか輝きがすごかった分、宮本さんがより努力できたのかなとか思ったりするっていうか、まず俺忘れらんないんですけど、宮本さんがちょっとなんかこうね、コロナ前とかでお食事行ける時とかでしれっと全部こういろんなお箸だったら皿だったらバーってやってしまうんですよ。宮本さんが一番偉いのにやってしまう、気が回っちゃうんですけど、立浪さんとかもそういうふうにされてたっていうお伺いしたんですけど。いや、もう高校時代からね、やっぱりそのすごかったよね。その高校生が17歳18歳がそんなできるのかっていう話なんだけど、はい、まあ例えば試合終わって監督がちょっとスコアブック持ってきてくれって言って、スコアブックそのまま渡すよね。大体渡しますよ、スコアブックは渡します。でも今日の試合のところをちゃんと開けて渡す、ね、じゃあスリッパ並べるのにしても、ここが段で見えてるかな、はい、見えてます、はい、ここが段でくっつけたら履きづらいじゃない、はい、まあ、ちょっと開けておいたとか。素晴らしい。ね、爪切り取ってくれたら切る状態で渡す。でどこそこの学校の先生が来てるから、お風呂入られるからちょっと用意しといてくれ、はい、なら、まあ、バスタオルと洗うタオルとかぐらい用意できたとしても、はい、もうシャンプーとかそういうコンディショナー、まあ、当時リンスか、はい、石鹸とかは風呂場にあるんだよ、うん、あるのに、その桶にシャンプー、リンス、洗顔で石鹸で洗うタオル、バスタオルっていうのを風呂、はい、お風呂場に置いてたとかね。できないよ。いや、できないし、あともう一個あるのが、立浪さんって中心選手じゃないですか、うん、それでそこまでやるのもすごくないですか、うん、自分だって正直ちょっと、まあでもキャプテンやったから監督はこうそうやってこうキャプテンにお願いするじゃない。いや、でもできないっすよ、要せんすよそんな。いや、もうそれは高校の時からやっぱちょっと違う。それって PL で鍛えられた部分もうあるとは思うけど、プラスやっぱりその立浪さんのそういったところじゃないの、もともとの。1学年違いだとつかないんでしたっけ、 PL ってシステム。いやいや、つくけど俺は立浪さんじゃなかったから。そのついた人ってめちゃめちゃ修行になりますよ、勉強になるというか。立浪さん、まあなるんじゃない。だから今あれだもん、某会社でね、はい、まあ、大学は出てるんだけど、はい、やっぱ今その出世していくのに、うん、トイックっていうその英語の、はい、あれがあるじゃない、はい、でそれが、まあ、PL なんで、もともと、はい、なかなか通らないわけですよ。でも上司が、はい、あいつはいいからあげろって言って、今部長クラスになってる人がいる、その付き人は最高の話っすね、うん、だからそれぐらいその営業力もあって、はい、そいつはね、俺の同級生は。で、まあ会社は言えないけど、はい、もう何回受けても何回も通らないみたいなもうあいつはいいからもう昇格させろって昇格しちゃったっていう。立浪さんのおかげですね。立浪さんのおかげじゃない、完全に、ね、まあ彼の人柄もあるけどね、その同級生のね、はい、まあ そいつもすごいいいやつだからさ。高校生でもそれできるのすごいよな。プロこうで立浪さん高卒で入られるじゃないですか、うん、で宮本さんはまあ高3、その後大学行かれて、同志行かれて、あいつが連絡って取らない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 、いつからだから、ね、大学はね、片岡さんと一緒だったんで、で片岡さんと立浪さんと仲良くて、うん、まあ大阪に試合に来た時に、今日ちょっと立浪と会うからお前も行くかって言って、1回か2回ぐらい誘ってもらって行ったぐらいで、うん、はい、そこまでは。だから実際俺がプロ入った時に、お前がプロ入ってくると思わへんかったっていう。まずちなみにその大学生の頃に立浪さんとかとお食事行ったりする、その連れて行ったの、片岡さん連れてっていただいたりとかった時って、どういうお話を。いや、もう黙って聞いてるだけよ。そうっすよね、なんかもうできないですよね。そうで、なんか道具もらったりとか、部屋まで上げてもらって、ちなみにこう高校入学した時の立浪さん
どうでしたプレーは。いやもうだってその時親も入った時レギュラーだから。そうですよね。いやもうそれは全然びっくりしました。いやもうそれはびっくりするよ。打つのにしてもまあ足も速かったし、うん、投げる、まあ、投げるのも正確だしバッティングももちろんいいし。こう一番びっくりしたのどっちですか、バッティング守備。いややっぱ守備、まあ、まあでもどっちもだな。すごかった。こんな人いるんだなって思ったもん本当にこういう人がプロ行くんだみたいな、うん、結局体なんか俺よりもちっちゃいし、うん、でその中でやっぱりあれだけ、まあ、結構衝撃っていうか、はい、みんなやっぱうまいのよノックなんかでも。でもそんなにひときわ目立つ、肩も強かったし、うん、本当に野球するために生まれてきた人みたいな感じ。プロ入る時にはプロ入ると思わなかったって言われたっておっしゃってましたけれども、うんうん、いつぐらいからこうそのそっから進行が始まるわけですか。こう連絡とか取ってプロ入ってからね。プロ入ってから、うん、連絡取り合ってお食事行ったりとかするぐらい近づけたりしたんですか。なんか今そうね、しょっちゅうじゃないしあれやけど、結構ある程度もう一軍に、まあまあずっと一軍にはいたんだけど、うん、結構名古屋行ったら飯行くかとか、うん、家呼んでくれたりとか、はい、で引退、立浪さん引退される時とかっていうのは、うん、記事見て宮本さんが連絡したりとかするんですか。お疲れ様でしたとか、なんかそういう。もうね、なんかもう今年で辞めるっていう話を聞いて、はい、で本当に辞めるんですかって言って、辞めるよ今年でっていう、もう春先からね、はい、そんな感じだったから、まあ、その頃にはもうね、立浪さん辞める前ぐらいにはそのオフたまにゴルフ行ったりとか、うん、その沖縄のキャンプ地キャンプ入る前に一回ゴルフしたりとかもしてたから、はい、うん、まあもちろんお疲れ様でしたとか、まあ立浪さんが神宮で最後の試合俺花持って行ったりとかもしたし、うんうん、宮本さんの引退の時もいらっしゃって、うん、そう、ね、ありがたい話でね、そう、清原さん、立浪さん、ね、野村さん、片岡さん、ね、まあでもあれは夢みたいな話だよね。自分が野球やめる時にさ、俺は PL 入るのはやっぱり木原さん、桑さんに憧れて、はい、PL で野球やりたい、日本一の学校で野球やりたいって思って入って、はい、でその人が来てる、はい、で入った時に一個上に強かった年代に憧れてる選手先輩に、はい、が俺の辞める試合見に来るって、やっぱりその夢みたいな話だよね。いやそうですよね、うん、引退試合で一個だけちょっと思ってちょっとずれちゃうんですけど、うん、最後ホームランになりそうでしたよね、あれね。なりそうだったね。おおって、なんかあれ入るだろうってみんな思ってね、なんか見ちゃったんですけど確かに、まあ、あれね、はい、キャッチャーね、清水君っていうキャッチャーだったと思うんだけど、はい、11回のね、11回だったと思うんだけど先頭バッターだったので、あ、塁に出なあかんなっていう、最後の打席というよりも、まあ、最後の打席やなっていうのもあったけど、まず塁に出たいなというところで、ボール先行から 3-2 のカウントになったの、うん、で1球、まあ、変化球もマークしながらコンでファール打ったわけよ、ま、うん、っすぐをね、はい、振り遅れながらパッとカットしたわけ、はい、ほんなら清水君が前出てきて、皆さんまっすぐ行きますって言って、えで、ありがとうってありがとうって、それまでは俺はね、その、まあ、引退試合の時って、まあ、鼻を持たせるという意味で、うん、結構まっすぐが多かったりするんだけど、なんかそんなに印象ありますけど、うん、でも俺は自信なかったのは、まっすぐが前飛びそうにないなと思ってたからもう衰えを感じてね、はいはい、でありがとうって言って 1-2-3 で打ったんだけど、まあそこで入ってると、うん、まあ、残りの人生の運がなくなっちゃうからちょうどよかったんじゃないかなと思うんだけどねそんな、でもちょっと清水選手の気遣いがあったんですね。そう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 、あれの裏側には。そうだから、その後ね、まあヘルメット取ってこう答えて、はい、で最後ベンチ帰る前に、いやもう立って見てくれてたから、うん、もう見てる場所が分かるから、そこにちょっと一礼して、で俺がね、そのセレモニー、引退セレモニーの話してる時に、はい、立って聞いてんの。うーん、すげえ。そうだからね、あのよくネットとかで、あっち系の人だみたいな、うん、書かれ、冗談で、ね、冗談というか、まあ、まあ書かれてて、うん、でもやっぱりその
後輩のね引退試合にちゃんとネクタイ締めて着てるっていうのが、はい、俺はそれが PL だと思う、うんうん、だから俺は人の引退試合行く時も当然ネクタイしていくし、あーすごいな、まあ、厳しい学校だったけどやっぱそういうのをこうねちゃんとっておかしい。いやでも廃止されててやっぱりさっきのプロ野球選手習えてない方がちゃんと部長にねそういやある意味そっちの価値もあると思うんですよね、うん、プロ野球選手になれる方ってまあまあそうだね、一握りじゃないですか、 そうだね、そうじゃない方々もちゃんと各々の会社で中心メンバーとなって活躍をされてるっていうのはとてもいい話だなと思いますね。まあでも立浪さんは本当特別よ。2000本安打のパーティーも出させてもらったし、はい、殿堂入りパーティーの時も、はい、あの呼んでいただいたけど、はい、やっぱりね喋ってる姿は、はい、まあ、全くそのどんな状況でも物おじしないというか、うん、まあ、やっぱりそのトップ立つような人なんだろうなっていう、うん、まあ、あれだけ、まあ、視界が視野が広くてやってた、うん、まあ、まあ当然そのね立浪さん本人はその体がちっちゃくてって言うけど、はい、まあ、その入団するときにさ星野さんが、はいはい、男はね体の大小じゃないと肝っ玉の大きさだって言ったんだよね。あ、そうなんですね。そう、立浪さんの体がまあそんなにその恵まれた体ではないっていうところで言うと、はい、いやまさにその通りよね、うん、こう腹が座ってるというか。そうですね、1年目でショートで活躍するなんて想像いや、ゴールデングラブなんかもう絶対二度と出ないよ、あの人しかいないんだから。